シホニャンチューブ、今日は天女座の天の川からお届けしております。はい、皆さん、シホニャンチューブにようこそお越しくださいました。前回はね、海一望のカフェの方でホストクラブ時代のお話をしたと思うんですけれども、今日は趣向を変えて天女座の1階に民泊のスペースがありまして、ここは天の川というお部屋です。そこでちょっとお話だけ聞いていただこうと思ってこちらにセットをさせていただきました。で、前回のホストクラブの時代の話なんですけど、それは本当にね、自分の人生でも一番どん底の時代だったなと思うんですね。で、その後ですね、まあ、ちょっとそのホストクラブからですね、脱却したいということで、まあ、一人でね、ニューヨークに行ったり、まあ、その話はまたね、違う回でお話ししたいと思うんですね。で、そのいろいろな試行錯誤しながらですね、自分の音楽というのを探っていた時代の話なんですけども、東京にね、谷中孝光、今のね、旦那さんなんですけど、谷中孝光という男性が京都に、まあ、自分の人生、東京の人生違うよなと思って移住してきて、で、友達が紹介してくれたんですね。で、まあ、そのまた2人の出会いの辺はまた違う辺で喋りたいんですけど、めちゃくちゃおかしいのでね、また違うところでゆっくり喋りたいんですけれども、その谷中孝光とんちゃんとね、私は再婚したんですね。その時代の話なんですけれども、私はね、ある霊能者の人についていたんです、おばあさんにね。で、そのおばあさんに何でもかんでもね、お話、これとこの仕事とこの仕事とどっちがいいでしょうかって聞いててね、おばあさんが即座に、いや、こっちはこの方がいいよ、この人はこうやかねって言ってね、即座に答えてくる、まあ、大変便利なというかね、そのうちその他力本願にはまってしまってね、もう自分でものが考えられない、何でもかんでもそのおばあちゃんに電話さえすればね、あ、それはそれで、あれって言ってくれるんですよね。で、本当に自分でものが考えられなくて、他力本願な私になってたわけなんですね。で、ある日とんちゃんがね、あんなショックなことがあってなって言うから、何って聞いたらね、私の母はもうだいぶ前に亡くなっていて、俳句がすごく好きで、こう俳句がたくさんあったために、父親が追悼の俳句集を自費で作ってたんです。それをおばあちゃんに差し上げたことがあったんですね。そしたらとんちゃんがそのおばあちゃんの家にね、行ったらですね、なんと机がガタガタする下敷きにそれが使われていたということを言うんですよ。あ、それはきっとね、誰か信者さんがね、間違えて、あそこにちょうどいい本があるわって使ったの、おばあちゃんがそんなことするわけないしと思ってね。そしたら私もちょっとお手紙書こうと思ってね、おばあちゃんにそのお手紙を書いて、私の大事なね、母の、亡くなった母の俳句集が机の下敷きになっているので、どなたか信者さんが間違えてね、そこに挟んだと思うので、取り除いていただけないでしょうかって電話を、手紙を書いたんです。そしてその手紙がつく頃に電話をしたわけですよ。で、もしもし矢吹ですけどって言ったら、ガシャンって切られて、ええですよね、本当、えって言ってね、今までずっとそのおばあちゃんに他力本願だったわけなんですよね。え、私どうやって生きていったらいいのと思ってね、奈落の底にストーンって落とされた感じでね、いきなりこう、わらをもすがるわらがね、いきなりストーンとなくなってね、どうしたらいいのって、もう真っ青になってね、すっごい絶望の、本当に絶望感に浸されてしまったというね、そんな時でしたですね。枕元にね、友達が貸してくれたね、本が何やら積んであったんですね。それは何かというと、芹沢幸次郎先生という方のね、神の微笑みシリーズというのがね、5冊ぐらい積んであったんですね。で、全く読んでなかったんですよね。本当に積んどくだったわけです。で、その芹沢幸次郎先生というのは、人間の運命とかパリニシスとかを書かれた日本を代表する小説家の先生なんですね。で、その先生の本をね、もう何も頼るものがないもんだから、もうガーッと奈落の底に落とされたので、先生の本をとりあえず開いて読んだわけですよ。そしたらその中に書いてあった言葉がね、あなたの中にパワーがあるんだから、他の人を頼らずに自分のパワーを信じて生きなさいってことだった。まあ、当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけどね、その時の私にはね、その言葉がね、ぶわーっと染み込んできて、そうか、もういらへんかったんや、もうおばあちゃんの存在は私にとってもう必要なくなったんよって、これから自分で何でも物事を決めていくことにすればいいやということが、まあ、そんなね、そんなことに当たり前のことが気がつかないって、本当におバカな私なんですけども、
そうだったんかと思ったんですよ。そしてしゃかり気になってね、一生懸命あっちに売り込めこっちに売り込めしてもダメで、早く成功しよう、早く有名になりたいと言ってた自分がね、いやもういいやんかと、もう音楽家になれんでもね、まあ、せっかくまあそれは離婚もして、あの家飛び出してきたけど、まあそれ一応やったやん、やることはやったやんと、何もしないであのままずっと悶々とね、レールに引かれた人生を悶々としながら生きるよりも、一応 やることはやったやんか、まあ、ホストクラブのバンドマンで終わってしまったっていうのは悲しいけどねと思って、もういいやん、まあ、音楽のね、音楽家になれんかったらトンちゃんと屋台でも弾きゃええやんかというふうに思ったですね。気が楽になってね、肩の荷がねガーッと降りた感じでね、楽に呼吸ができるようになって、あそうかこれやと思ってね、でも宇宙の言う通り、宇宙のリズムのままにね生きたら、私が音楽家になれるならなれるだろうし、なれへんやったらもうなれんでいいやんかというふうに思ったんですね。そしたらもうすっごい気が楽になってね、でこの芹沢幸次郎先生の本によって本当に救われたのでね、先生にお礼を言わなきゃと思ってね、なんとかつてをこういろいろ探ってたらですね、なんと親しい友人がね、なんと芹沢先生の娘さんにピアノを習ってたということでね、すぐつないでくださって、東京の中野のお宅に先生にとにかくもう一心不乱に先生にお礼だけ言いたいというね思いで、あのどんちゃんと一緒に行ったんですね。先生がね出迎えてくださって、あなたのように本のお礼だけにいらした方はね本当に珍しい、初めてですとおっしゃってね、そしてとんちゃんも全然本読んでなかったんですけどね、とんちゃんは東京から京都に来て庭師をしてたわけなんですよ。で庭の仕事するためになって、音楽をやりたいわけですよ本当はね。でこのまま庭師かと自分の人生をまあまあ悶々としてたわけですよ。で先生がとんちゃんに向かってね、決めなくていいんですよって、全てね物事は整っていきますからって。そしたらとんちゃんのわーって、とんちゃんも本読んでないのにね、ほーっつってね、あそうか、そんなに何もこう決めなくていいんだと、自然の流れに流れに任せればいいって、そういうことを先生がおっしゃってくださいました。で私にね、あのもうね、もしお金が欲しい時はね、お宝くださいって大自然にお願いしたらいいよって、あの別にお金もね必要なんですからって、だから本当にあの全てね宇宙のリズムで生きるということを先生が教えてくださってね、本当にいい出会いだったんです。でその時先生は92歳でした。でその後でもう先生すぐにね亡くなられて、一期一会、本当にねこの芹沢幸次郎先生との出会いはね、私の中でも宝物だったなと思っております。芹沢先生の神の微笑みシリーズのとか、そのことはちょっと概要欄に書いておきますね。それまではね、自分がね、自分のことを嫌いだったし、人のことも嫌いで、できるだけ人とは喋りたくないような自分がいたんですね。でもその意識が変わった後にね、あ、そうかと思ってね、やっぱりこう自分の音楽で、今までだったらほら成功しよう、有名になりたいが先に立ってたんですけど、自分の音楽で人が喜んでくれたらいいなという心境に変わっていったんですよね。だからそういうふうに自分の心境が変わっていくと、いろんな方とねお話しするのがすごく楽しくなってね、で今の私を知ってる人はね、何人見知りだったんて信じられないって言うかもしれないんですけど、本当に自分のことも嫌いだった、自分のことが嫌いで幸せになれるはずはないんですよね。で今は自分のこと大好きだし、無鉄砲でね、本当にもうあの無茶なことばっかりやっててね、直感に生きるため、生きることを決意したために、うちのとんちゃんなんかどんだけ振り回されたかわからないようなね、これからいろんなね本当にお話をたくさんいろいろお話ししていきたいと思ってるんですけどね。だからその宇宙のリズムで生きるということを決めた後はね、なんとなくねお仕事もねこう順調にというか行き出してですね、まあ、そのお話もまた後日ね、いろんなお話をしていきたいと思っておりますので、ね、本当に今日はありがとうございました。霊能者のねおばあちゃんと決別してですね、自分の直感で生きるということを決めたというね、あれは本当にすごい私にとっては意識の大転換でしたね。はい、今日も楽しくお話しさせていただきました。本当にありがとうございます。またねこの後ちょっと演奏もね編集でつけさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。またしほにゃんチューブよろしくです。にゃんにゃん。Thank you.